出る人がいたから A 場所キープできました。あっち行ったら砂浜いっぱいあるけど人多くなるけど、ここ砂浜が少ないから岩場だけやから海の人も少ないわ。なんか行ってこい。さあ今からパンをやったら魚がいっぱい来る。来ます。やりますよ。うん、ほんまやな。うん、ほんまや。やりました。参加者はアキさんとナギくんだけです。娘3人たちは来ません。いやー今日は朝日曜日朝8時からサッカーやってきてスペイン人チームをやっつけてきたからな。町から10分15分ぐらい来たらずっと海沿い走んやけど、ワンゾーン 1.1 ユーロぐらいででギリギリ来れる一番遠くやね。ここお気に入りのビーチでモンガットノルド。マキちゃんどうですか、海は今年初。結構暖かかった。何持ってきた。ソブラサーダ。ソブラサーダマヨルカの蝶詰め。マヨルカって姉妹ね。それをどうやって作るの。ソブラパールとかにつけてる。パン柔らかいな、これめっちゃ硬いと思う。こっちの人は海は絶対食べ物も飲み物も基本いっぱい持ってきて、サンドイッチとか弁当とか酒も無駄なお金は一切使わんって感じやね。日本にいる時やったら海の家とか行ったら
一番とか行くときあるよね。まあこっちは海の家もないし、タワーはその辺の公共のやつあるし、レジャーに金かからへんっていうのがスペインのいいとこやね。まあいつか俺らもここじゃなくて向こうの船からこっちを見たいね。大金持ちだって船買ってね、あっちやったら空いてるやん。じゃあ今日は海終わりやね。電車も来たし帰ろうか。パッと来てパッと帰るっていうのがバルセロナの醍醐味やね。海まで近いからということで、また。では来た、これで帰ります。